ファザスリブルです。今回ですね、ハイキュートゥーザトップアニメ25話の感想、原作との比較やっていきたいと思います。25話以降のネタバレはなしでお送りします。トゥーザトップ今回最終話ですね。どんどん行きましょう。菅さんの何なんだお前ら、めっちゃ感情伝わってきて好きでした。今ブロック止めたのって変人コンビが言い合うとこ見るたび思うんですが、影山顔を足で蹴るのひどくない？選手同士が握手するところ、木下と李石のピンチサーバー同士が握手してるのがおーってなりました。原作ではなかったので付け足されてましたね。和太鼓集団ウゴーのサイコ姉さんの後ろの男性2人、前後が入れ替わってました。アツムの罵れや拍手なんかいらんねんのとこ、拍手の音がなかったんで拍手されてる感なかったですね。あとアツムにやかましいわっていう人、キャラ変わりすぎじゃない？原作の方見ていただいたら分かりやすいんですが、なんとなくアツムに似てる感あるんですよ。そしてあの場面でアツムにやかましいって言える立場、顔を見たら分かるって関係、絶対父かじいちゃんかその他親戚って思ってたんですが、アニメの人は絶対に違え。ここら辺は音をなくしたりやかましいわアツムの時に顔に出とんねんに対してのアツムのギクーってなるのがなかったり、感動する感じに作られてる印象でしたね。それで拍手の音も消してたのかなと思います。自己解決。カラスノと稲荷崎良子の応援団のお辞儀カットでした。北さんのセリフの双子がノリノリのところ、向こうもノリノリやったっていうところの回想シーン、アニメでは日向のシーンばっかりだったのですが、これだと影山は違うみたいになるので、原作と同じ最後のブロックのシーンで良かったんじゃないかなと思いました。日向だけじゃなくて影山のことも指して北さんは言ってると思うので、北さんのどや俺の仲間すごいやろのシーンは感動ですね。本当にいいシーンです。ここはあかねちゃんの覚えておけよ、バレーカップルが全カットなのでどうするんだろうと思ってたら、なんか道行くカップルに言わせてましたね。しかも全然叶わないよねみたいな言われ方、原作よりひどくなってました。そしてその時に代償カップルが代役で出てましたが、この二人用の会話にちゃんと変えられてましたね。ここは原作アニメそれぞれでしか見れないやりとりがあるので、ぜひご覧ください。みんなでテレビ見るところ、日向と影山の見たか見てないのセリフとか、その他もろもろ付け足されてましたね。3年生3人組が稲荷崎戦を振り返るところ、めっちゃいいシーンでした。後輩のことをしっかり思ってる感じもあり、視聴者の皆さんも一緒に振り返れる感じもありで、ほんとそれとか相槌打ちながら話聞いちゃいました。清子さんが八千さんの明日の夜って言葉に一瞬驚いたみたいになったやつ、原作の26巻230話で明日勝ってまたこのお風呂に入りに来ようってやり取りがあった後の八千さんの明日もこのお風呂に入りに来るってことしか頭にない感じのセリフがあったので、清子さんが一瞬おってなったんだと思います。てか日向のお尻は正確に再現するんかい。日向の興奮収まらんの後の影山のこのシーン、実は大事なんです。なんでかは言わない。剣馬と虎が言い合う時の苦労の自分の布団だけ敷いてやがる、めっちゃ面白くないですか。虎の意見に乗っかるんかと思ったら、そういう感じの意見持ってくるんだっていう、思いついた古舘先生のセンス好きです。剣馬の試合しに来てんだしの後の虎のそれとか、役さんの剣馬がやる気だみたいな表情カットでしたね。日向の剣馬に勝つの後の影山の表情、いや、わかる。わかるよ。今回の話が4期の最終回で、一番最初、1期のオープニングであるスパイエアさんのイマジネーション流れ出して、めっちゃいい感じに終わらせたいのはわかる。でも、影山はわかっちゃダメなのよ。その日向の考えを。何言ってんだこいつじゃないと。いい感じに終わる流れで影山の何言ってんだ来るぞーって思って、こっちは今日黙ってるのに、フェイントが来て前に落とされたみたいな感覚なのよ。でもエンディングの日向と剣馬が初めて会ったシーンとか、もう一回がない試合言わせるからなのところが流れたのはめっちゃ良かったです。その後の椿原戦、猿川戦、稲荷崎戦のシーンも泣きそうになりました。いろんな思いを乗っけて、いろんな強豪を倒して、この2校がやっと全国で戦うんだってワクワクしました。そしてまさかの鵜飼コーチと鵜飼前監督のやり取りがここで来る。カットかと思ってたらここに撮ってたんですね。ただ楽しみに待ってるよって鵜飼コーチのセリフが視聴者の皆さんにも言ってる感じがして、もう待ちます。ということでハイキュートゥーザトップ最終回終わりました。熱い熱い名試合をアニメの映像にしてくださった制作者様、大変な時期なのに本当にありがとうございました。興奮収まらん。今すぐにでも5期が見たい。皆さん一緒に楽しみに待ちましょう。そして次回の日曜日5時からはハイキュー2期の感想、原作との比較をやっていきます。今回の4期で行われた春高全国大会に行く前の春高宮城県予選の熱戦を皆さん一緒に振り返りましょう。ということでハイキュートゥーザトップの感想、原作との比較、最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。本日もあざした。 SNS の告知です。ほぼ毎日ブログ更新、週1でインスタ更新、ツイッターやってます。動画の情報など先出ししてますので、フォローよろしくお願いします。